13、今家着いてありがとう、目に焼き付けた。お帰りなさい。よかったですね。僕もさっき ホテル帰ってきました。そう、0804SA さん、今日会場めちゃくちゃ暑くなかったですか？暑かったんですよ。そうなの、暑かったね、本当に。どうしようと思うぐらい。M.SK4113、眠くないんですか？まだ大丈夫ですね。ちょっとこれからケアして、お風呂入って寝ますけど。寝るの何時だろうな。2時ぐらいかな。ゆり、アンダーは K さん、メンディーおもろ。メンディーは今日超面白かったな。これちょっとね、来てる方だけの、ちょっとお楽しみかもしれないですけど、今日メンディーが1個やらかしまして、メンバーみんなで大爆笑しました。最高でしたね。ああ、ゆり0523、CL から見てたよ、ケンチさん。CL もね、ライブ中生配信しますんで、ライブいらっしゃらない方もぜひ CL チェックしてみてください。ちょうどあの曲の時にいつも CL やるんですよ。メンバーがね、結構 CL の方のカメラにもアピールするんで見てください。まさみ131553、ケンチさん早く会いたい、福岡でおかわり待ってます。福岡行きますよ、また8月。おかわりしてください。今日は僕はかすうどんをおかわりしました。大阪に来るといつもね、ケータリングでかすうどん用意してくれるんですよ。かすうどんのうどんとそばバージョンがいつも用意してくれてて、僕いつもうどん食べるんですけど、今日はかすうどんに天かすを入れて食べたらめちゃめちゃ美味しかったです。かすうどんうまいよね。ワームパピー2223、衣装もかっこよきです。 ありがとうございます。衣装もね、今回いい感じですよね。メンバーそれぞれ違うパターンもあったりね。 RYRT2223、 腕やばいのよって。どうした？腕振りすぎてやばいってことかな。4R0923、マジでケンチさんからファンサいただきたい。ぜひ僕に向かって手振ってください。なるべくね、手振っていただいたりアピールしていただいた方には逐一お答えしたいなと思ってます。頑張ります。リクアンダーバーシーさん、今日還暦のお父ちゃん連れてきました。お父ちゃんナイス、いいね。そんな大先輩が来てくれたのか、嬉しいな。今日なんか年上の方結構いらっしゃったイメージあったな。嬉しいですね、やっぱね。そうだ、風琴 .tv4123、 ガールズが銀河鉄道39歌ってて行きたくなりました。そう、ガールズがテレビ歌番組でね、39やったらしくて、僕もニュースで見ましたけど、まだね、映像は見れてないんで、ちょっと見たいなと思ってます。こまめ JR さん、551、蓬莱？ほうさい、食べましたか？肉まん？肉まんね、まだ食べてないんですよ、今回。大阪といえばね、肉まんですよね。ムーコ、テ、リョウ、LDH さん、今度初エグザイルの彼氏連れて行きますね。彼氏さんもエグザイル好きになってくれて嬉しいですね。
ミーラン2941さん、大阪観光しましたか？まだしてないんですよ。本当にホテルと会場の往復だけなんで。大阪の皆さんが会場に来てくれて、それを僕らが見るというかコミュニケーション取ることが大阪観光になってるのかな、これ。リュミナ0902さん、部活してるんですけど、ケアどんなことしてますか？部活何部なんだろうな、まあ、やる部活によって、ね、運動の内容によっても多分違うと思いますけど、僕らはライブやった後にとりあえずパフォーマーチームはみんな氷風呂入って、痛いとこは肩とか冷やして氷でアイシングして、でその後マッサージですね。うん、あとハリーの方もいらっしゃるんで、ハリー打ちたいメンバーはハリーを打ってますね。僕はツアー中はハリーは現場ではあんま打たないです。マッサージだけかな。あとはお風呂入って体温めてから寝る前に結構入念にストレッチをしてから寝ますね。寝る前のストレッチはでも本当ね、おすすめですよ。ライブじゃない時でも僕いつも家でやりますけど。シードとともか、ニーナさん、ケンジ T シャツ完成した。そんな T シャツがあるんですか？どこで見れるんだろう。俺は赤根2433、パワーもらいすぎて大丈夫なのかな。パワー大丈夫です。うん、バンバンもらってください。みんですさん、ケンジさんいい上羅、直樹さん、直樹さん元気でよかった、明日も頑張ってください。上羅ね、上羅シーンありましたね。直樹も直人もね、もうバリバリ元気ですよ。もう怪我なんてどこ吹く風です。LDH 岩良太樹さん、つわものになりたかったけどテスト週間、応援してほしいです。そうか、テストはちょっと頑張らないといかんですね。頑張ってください。高校生、大学生かな、テスト週間はね。俺も大っ嫌いでしたけど、もうあればっかりはやるしかないね。もう一夜漬けでもいいんで、とりあえずなんとかねやりましょう。アランくん、ラブさん、ショートスリーパー、これショートスリーパーじゃないです。全然憧れますよ。めっちゃ羨ましいと思うけど、全然ショートスリーパーにはなれない。寝ないと無理です。めっちゃ寝ます。四日市、あ、これさっきの方かな、京子鍋さん、四日市から行きましたよ、三重のね、四日市ありがとうございます。I am TMM473、 ケンジさんのグッズ買って家で乾杯してます。 Thank you、 ありがとうございます。今回ね、ツアーグッズはエグピアグラスというロックグラスにお花のこういう模様を入れたものね、ペアグラスで出させてもらったんですけど、まあね、いい仕上がりになりました。お酒もいいし、まあ、ソフトドリンクでもいいし、まあ、ハイタッチより乾杯をね、皆さんにしていただきたいなと思って出したんで、ぜひ皆さんエグピアグラスで乾杯してください。ヨーワニパティさん、ライブの DVD 出たら買います。今回はライブの DVD はですね、12月7日のアルバムが出るんですけど、 EXILE のそこになんとつきます、ライブ DVD が。なんとなんで、アルバム買えばライブ DVD 見れちゃうんで、ぜひそれ楽しみに待っててください。え、谷あやドリーマーさん、ケンちゃんの配信に夢中で終電逃しちゃった、つわものです。マジか、大丈夫なのそれは。終電逃してタクシーで帰るってこと？なんかごめんなさい、すいません。気をつけて帰ってください。わ、めちゃめちゃ皆さんコメントありがとうございます。今ちょっと頑
張って全部読みながら下まで行ってます。めちゃ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 来てるコメント。ありがとうございます。ああもう12時回ってた、早いな。今日7時開演だったんでね、ちょっとライブ自体も終わるのもちょっと遅かったですけど、その後いろいろやってたらこんな時間になってしまった。皆さんありがとうございました。ちょっとこの後 CL で二次会でもいかがですか。ちょっとやります。なんで、ちょっとインスタライブはこれまでにしますけど、今日お越しいただいた皆さんありがとうございました。大阪初日最高でした。あと2日頑張ります。バイバイ、おやすみなさい。